ロベルランディ・シモン・アティエスは、キューバの男子バレーボール選手。ポジションは、ミドルブロッカー。キューバ代表。12歳の時にバレーボールを始める。ジュニア代表として2005年ジュニア世界選手権に出場し、銅メダルを獲得、ベストブロッカー部門3位の成績を収める。同年キューバ代表のミドルブロッカーに選出され、2005年、ワールドリーグインターコンチネンタルラウンドのフランス戦で、 代表デビュー。翌年19歳で2006年世界選手権に出場した。国際大会で経験を重ねた後、2008年にナショナルチームのキャプテンに就任し、北京オリンピック世界最終予選に出場。2009年ワールドリーグでは若いチームを牽引し、2005年大会以来の準決勝進出に貢献するとともに、 ベストスパイカー賞とベストブロッカー賞を受賞。4大会ぶりにタイトルを奪回した2009年北、中米選手権でベストブロッカー賞を受賞した。準優勝の2009年、ワールドグランドチャンピオンズカップでは MVP、ベストブロッカー賞、ベストサーバー賞の3賞を受賞。2010年世界選手権では銀メダル獲得に貢献し、ベストブロッカー賞を受賞した。 2014年から韓国 V リーグの OK 貯蓄銀行ラッシュキャッシュでプレーし、同シーズンリーグ初優勝。2015年日韓 V リーグトップマッチ初優勝にも貢献し、MVP を獲得した。サダクルゼーロ、ありがとうございます。